どうも、こんにちは、こんばんは、始まりました。ドラマチック、シネマチック、シネマパーソナリティーの松岡仁美です。そして、ドラマ、映画プロデューサーの森谷武んです。よろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、森谷武です。よろしくお願いします。はいアニュハセヨー。アニュハセヨー。アニュハセヨ。田尾さん、ミラー。<laughs> ーーねえ、一人カンヌに続いて。一人,人プサン行ってまいりました。あのプサン国際映画祭からですね。えーはい、おととい、まど、戻ってまいりました。はい。はい 疲れそうですよねそれ戻ってこないと戻ってこないとね <laughs> プロデュース映画が公開ですからそうなんですよ<ー>まあでもプサンはねやっぱりあのアジアでも結構大きいあの国際画祭なんで,で、ね、まあ世界中からいろんな方が集まってて <laughs>、はい、まあ本当にまあ どちらかというとアジア諸国の方々多いんですけどまあいろんなお話ができて非常に刺激的な、はい、あ僕は3日間行ってたんですけど、はい、非常に刺激的な日々でしたね、はいまあ、カンヌは5日間というめちゃめちゃ長く行ってるんで、はいね、行きましょう、ね、プサンは、まあ、あのマーケットももちろんあるしプサンは映画祭は実は3回ぐらい行ってるんですよ。はいはいはい いってんですけど、いろんなところでやってますよね。あの、まあ、ちょっと、いろんな会場でやっていました。まあ、本当に、あの、メイン会場の映画の殿堂って名前です。釜山、ええ、シネマセンター。ところが、すごい建物で、半分外の、半分中みたいな。あの、スクリーンで、ええ、三時間のインド映画を見ました。ええ、ちょっと凍えそうでした。夜だったんで。すごいですね。はい。 前はね、その海,あのあの海岸での見るうんあ<の>ありましたけどフースもあったりとかね、うんはい、いろんなのがあったただ、街全体で映画を応援してるなっていうのをすごく感じました。そうですね全部が、うんうん。なんか、はい、そういうのを日本もしてほしいな、そうですね <laughs> どこ行っても、おっ、プサイン合奏来たのプサイン合奏来たのまあ豊橋もそうでしたよね。う豊、んね、豊橋も豊橋に来たのっていう なんかそういう、もうちょっとね、いろいろあの楽しく映画祭も日本も変わるといいなと思うんですが、はい、きっと森屋さんは変えてくれるだろう。頑張ります。というわけで、まあ、豊橋つながりのゲスト2人でもありますよね、<laughs> ある意味、今日はね。びっくりですよね。はい、というわけで、えー、森屋さんプロデュースの映画がいよいよ今日から公開です。はい、おめでとうございます。 はい。ということで、もうこちらの方にですね、えー、チラシを置いておりますけれども、えー、森谷さんもゲストの一人じゃないですか。ということは、<お>あれああ。あら。いいんですか語っても。語っていいんで <laughs> 語,語ってください。はいはい、<laughs> はい。ということで、えー、今日のゲストお二方お呼びしていきたいなと思っております。えー、本日10月11日金曜日からですね、 公開となりました、美酒世界で一番優しい服からですね、西川達郎監督、そして主演の服部美咲さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 ありがとうございます。ありがとうございます。今日はゲスト、ゲスト、ゲスト、ゲストということでですね、お <laughs> 送りさせていただきますけれども、いやー、改めてね、ね公開、本当におめでとうございます。ありがとうございます。もう、といもう何でしょう、今のお気持ちをから聞いてみましょうか。ねまずは、やっぱり主演をされた、はい、 美咲さん4年ぶりのドラシネでございます。4年ぶりのドラシネ。はい、4年ぶりかなり回転しているドラシネの一本です。多いですよね。えー、あれはもう,そう今回は主演でいらっしゃっておりますが、今のお気持ちはいかがでしょうか。うん、ええー、そうですね、まず美酒については、準備段階からして演じる時と、うん、今までずっとこう、主人公のしおりのこととか、 映画のこととか、大切に思い続けてきた作品なので、いよいよ公開ということで。すごく嬉しいです。うーん、うーんいやった、ありがとうございます。そして、西川監督はね。いやー、本当、いよいよということで、もう今、ど、どんな気持ちですか。いや、もう、とにかく、多くの方に見てもらいたいっていう、もう完成した時から。 たくさんの方に見てもらいたいって気持ちでいっぱいだったので、迎えられてとても良かったなと思っております。なんか SNS とかをね、見てたときに、こんなに大きな完成披露は初めてだとか、書いてたすごい緊張されてたから。本当もう2人とも緊張してたよね。ああ、そうなんだ。え、ガチガチな感じです。人生で初めての完成披露上映会でしたので。あ、そうかそうか。 ねあの大きなだったので難しかったいやーすごいですよ本当にいやそしてまあモリさんももうどうだう、はい、もう公開初日はねもうつい最近もあの迎えたばかり何度も経験してるんですけどただ今回二人の親みたいなあれ <laughs> ですけどごめんなさいね <laughs> はいはいまあそう,、ね、そうですよねうんまあ本当にねあのー、まあもちろん美咲ちゃんとはミッドナイトスワンという映画から関係が始まっていて、はいはい あの西川監督とは豊橋映画祭の初代グランプリというのことで、そういう意味では、もちろんあの美咲ちゃんのバレエのシーン、実はあれ、豊橋で撮ってますから、本当に豊橋つながりであり、かつ、ああなんていうんですかね、ちょっとやばい、感動しちゃって。るちょっっと待てどうしたんんですお父さ本当に,本当に <laughs> 本当にだからこの二人と作った映画がね <laughs> あの公開ということで本当にちょっと感無量でございます。いやーよかった嬉しいいや本当にそうですよね豊橋映画祭であの本当初代ですよ私読みましたねそう, <laughs> そう西川達郎さんなんて言ってね読み,読みましたねあとでも。はい 映画祭でグランプリをいただいて、うん、森谷さんとの出会いがなければ、ほかないので、い趣味 <laughs> でも本当にこうやって映画って形であの、なんだろう、森谷さんと作品を作れたってことが、まあ、とにかく嬉しいなっていう思いですね,で,すねでも本当、この映画にマリオンに見つけてくれる人、そして守ってくれる人って、もう本当、全部兼ね備えちゃってるので、<laughs> いやいや、ねえ <laughs>、ね、美咲さんも良かったですね、本当に。はい うん、あの才能のその劇中で出てくるんですけど「うん、才能は見つける人と」「いやほんとほんとで初めて輝く」っていうセリフで、うん、まさに私は親と守屋さんを思い出しました。ありがとうございます <laughs>、ね ダメだよもうこれ収録中に泣くパターンじゃん <laughs> <laughs>。もうダメですね本当にね。まあ、<や>でもねこの間ほら美咲ちゃんと名古屋の近条学院大学で、はい、そ,うそうね実はあの全国のその学校でも、うん、あの学生使者っていうのをずっとやってて、ね、それのまあ一番最後っていうのを近条学院大学さんでやらせていただいて、はい、まあいろんなところで僕もこう リモートでトークをしたんですけど最後の近所だけはまああれリアルだったんええっルに。えっ待ってそうなの全国を回ったわけじゃなリモートでやられて全国ずっとリモートでやってきたんですけど一番最後だけそううい美咲ちゃんと2人でちょっとあの質疑応答みたいな形をさせていただいたんですけどれはやっぱりお二人が愛知県出身いそうみたいですそういうはい 宣伝さんのそういうコンセプトで。だからその日はその前に私はねちょっとラジオとかでしていただいたんですけれどやっぱりこう地元のあそこの学校って多分美咲ちゃんもよく名前は知ってるし友達もいると思うし私も卒業生だしみんなそれ初めて知った。 私はあのデンジャラスな人だったんで違うところ行って <laughs> <laughs> そうそう。だから、なんか、ちょっと不思議な不思議っていうか、ど,どうでしたか学生のさんの前だから、うん、と美咲ちゃんよりも大、大学の前、高校生ですか大学生、高校生の方もいらっしゃいましたよねあじゃあ。そうですよね。あそこは女子で、あの、あ,のありますからね、高校も。うん、皆さんの反応とかは。 どんな感じだったんですかご覧になってからのトークショーかな、うん、そうです。で,すよね、でもリアル、いいね。みんないろいろコメントくれて、うんう結構。いやーそういうまあまあ、そういうちょっとこう、名古屋地域でそういうこともやり、実際に撮影地域がまあ美酒ですからね。 ですもんね、はい、そして西川監督は愛知県であの撮影をするっていうのはまたねご縁があって、うん、<laughs> っていうことなんですけれどもはいなのでえっとそうですねお二方はその4年前2年前に出てきていただいてるので「ドラシネ人生」っていうのは実はあの過去の映像を見ていて。はい あのどんな人だったのかななどんなあの作品を見て育ってきたのかなっていうのが分かると思いますので、えっと、まだちょっと見ていただいて今日はちょっとねやっぱり美集についていっぱい聞きたいな、はい、聞きたいなっていうか皆さんにねあのお伝えしたいなと思っておりますはいなんか森谷さんなかなかやっぱりあのさき、まあ、ちゃんはねたまたまあのトークショーでご一緒したりするからいろんなこと聞けたと思うんですけど西川さんとはやっぱり こう撮影の時の話しかあまりできてないような気がするんですけどどうですかそ,そんんなななこことといいいか聞きたたっってお互いにあすまあでもぶ,ぶっちゃけこの話が来た時どう思ったのかなっていうのはああのんかそんなにはまあ他のインタビューとか僕は読んでますけど、まあ、監督の口からはこの企画が来た時にどう思ったのかなっていうのは、うん、まだ聞いてなかったかも。<laughs> <laughs> 直接はね最初に伺ったときですね、正直なことを言うと結構難しい企画なのかなっていうのはまずは思うというか、うん、難しさもありましたし。うんうん あと、もちろんその後美州っていう場所に、まずまあ僕が行ったことが、確かにどういうものなのかっても知らない中で、なんかそこの地元の方々のやっぱ思いものっかる作品をやるっていうことの、なんかハードというか、うん、なんかその心構えを持ってなきゃいけないなっていうのは、まず思ったことでしたね。うんうん、まあでも実際にこう美州に行ってみて、その地域の空気感とか、もちろんその、えっと、旗織工場の方にお会いしてみたりとか。 そうい、ん、う中でやっぱり感じてくるものは、ね、多々あったわけですよね。うん、そうです、ねうん、まあそこで例えばまあ劇中でも描かれてますけどこうやっぱ工場経営が厳しいとか、うん、そういった話でも皆さんやっぱプライドを持ってうん、のっていうのをこう世界に広めたいんだって思いでやってるっていうお話とかをですね、うん、工場でこう聞いて、うん、なんかそのおい出さんとやっぱり映画に反映したいなっていうのは。うんうん なるほど、えじゃあ撮影する前にインする前にもう何度も一宮に足を運ばれてはい何回かあの品藩を含めて撮影の前の七夕祭りとかも行かれてたようななんとなく覚えてるそれ聞いたことが七夕祭りも、うん、あの実験撮影を兼ねて,、まあ、そ,うてそうやってましたよね。ね まあそこからまあいろいろ脚本が出来上がっていって、うんはい、まああの美咲ちゃんは最初にその脚本を読んだ時どう思ったのかなっていうね、うん、そこからですもんね。こかそうですねもう。最初に読んだ時、ね、うーんうんでも私は美集について美集 そうですしウールもそうなんですけど、うん、全く知らなかったので今まで、はい、愛知県の名古屋出身ではあるんですけど宇州、はい、の方には行ったことがなくて、うん、で今回初めて脚本読んでそこでウールについての話をして、うん、世界三大ウールの産地に聞か、うん、れててすっごいびっくりして、はい、そんな何て言うんだろう伝統的なこう伝統的な。うん 産業がある地域でこう撮影がこれからできるんだなと思ったらすごいワクワクしましたし、うん、あとはやっぱりすごい優しいなんか世界が広がってて、うん、お父さんとかお姉さんとの関係もそうですけど、うん、最初はこういいそれぞれの思いやりが交差しちゃって、うん、なんかうまくいかないっていう家族。 の形でしたけどでも実際に私の家族もなんかそんな感じかな <laughs> 似たような部分がすごいいっぱいあって自分と重なる部分もすごい多かったので、うん、なんかリアルに感じたし、うん、リアルな感じがすごい愛おしいなっていうふうに思って。一、うんうん、宮でねそういったやっぱり美衆「美酒世界三大ウール」っていうのは。 近くにいても知らなかったっていう人はたくさんいますよ、うんうんね。でもそれでそれをこの映画を通じてなんかちょっと誇らしいなと思ったのと <laughs>、ね、皆さんに伝えたいなというそういうそういう,そう,いうあの気にもなる映画でした。脚本作りもちろんね、うん あの西川監督と僕も参加してやってたんですけど、はい、まあ監督の中でやっぱり一番こう何、うん、て言うのかな大切にした部分っていうのはどういうものだったんですか、ねうん、えとまずビッシュについてはあ,のここあくまでもしおりちゃんの物語を描く中でビッシュっていう場所とビッシュのウールっていうのを登場させたいなというか、うん、まあその方がこう逆にビッシュっていうものの魅力が。 伝わるんじゃないかななっっていうののはあったのでなんかその順番としてはこれは主人公しおりちゃんの物語なんだっていう思いをまた次に取り組んだっていうのとしおりちゃんがやっぱ発達障害というのがまあ、うんうん、ありますのでその発達障害っていうのをどういうバランスで描くかあのこの映画はフィクション映画ですけどやっぱりフィクションとしてう嘘になりすぎると良くないというか、うん 発達、うん、障害というものをとても軽んじてる表現になってしまうのではないかっていうのはちょっと思ってましたし、うん、逆にそれを何だろうな、うん、リアルすぎると今度はしおりちゃんっていうキャラクターがある種こう魅力的じゃなくなっていくというか、はい、愛嬌のあるキャラクターではなくなっていってしまうというか、まあ、そういった部分もあってそのバランスっていうのは本当にその美咲ちゃんとも話したと思うし、うん、なんかその中で大事にしていった部分ですね。 うん、なんかねよくその2人でもよく話し合ったっていうことね、うん、聞いてましたけどちょっとやっぱりセンシティブなねテーマになってますからねからでも実際にじゃあそのキャラクターを作っていくっていう中で、うん、あの美咲ちゃんはどういうその自分の中で構築していったのかなっていうのはあの聞いてみたいなと思ってたんですけど。 ってたんですねもうそれはもう客観的に見てますからそうかそうかそういうことなんですねなるほどどうなんですかね最初はもちろん台本本を読んでからはいろいろちょっとネットで調べたりとかはしたんですけどこれでもやっぱりなんか埋まらない部分があるというかやっぱり難しい点でもあるのであんまり こううん、満足できるほどの、うん、こうあれではなく心のあれではなかった状態ではなかったんですけど初めて当事者の方たちに話を聞きに行く機会を設けていた,だいたんですけどそこですごいあの当事者の方たちの実際のお話だったり、うん、自分たちの こう特性、特徴、こういう特徴が、私はありましたみたいな。こ,こう詳しいお話をお聞きできたので。うん。ここでもう、ぐっと。深まった気がします。自分の中では。うん、結構何人かにお会いしたんですか。私三人。あ。お会いして。うん。三人と、いろいろお話ししたんですけど。はい。うん。うん、歩き方。あ、そう、しおりがすごい、特徴的な歩き方。 なんですけど、そこ、それもそこで出た話。で、はいうん、あ,あ<の>ちょっと猫背に<も>。そうですね。ちょっと猫背で。実際の美咲ちゃんはバレーやってたから、もうめっちゃ姿勢がいいわけですよ。<laughs> そうなんですよ。ねえ<ー>。ね身長が高いから。こう、一見座って見えちゃう。うん けどで立最初びっくりしたもはえっ前会ったときはピンとしてたぞとか思ってでもそれは役作りだったんでそこのお話の中ででもこの西川さん見ててそのちょっと姿勢よくなっちゃった時とかなかったですそれがやっぱ姿勢がいいので確かにかか もう毎朝の撮影のルーティンとして朝あったらまずおはようの次に今日も猫背っていうところからスタートする。いや普通はさはい背中てなるじゃんはいはいってなるのが今回はちょっと違うみたですね今日も猫背っていう <laughs> 今日も猫背頑張ろうからスタートするっていう <laughs> それがしおりっていうそういう意味ですね <laughs> そういうう意味ででやってたっててたことですよねおお、そうか、ね、やっぱりそれを森谷さんもいつも、森谷さんね、いつも見て、いつも当たり前なんですけど、ごめんなさい、いつも見てらっしゃるから、はい、撮影にね、うん、なんか、ちょうどだから、うん、ちょうど1年前ぐらい撮ってたんですよね。うん、そうですね、10月。うん、うん、うん。そう。だから、まあ、そ,<う>その時もなんか、アップさんに行ったり、 <laughs> あのアメリカに行ったりしてぐるっとでやっとちょうどクランクインの時に名古屋に入るみたいなみたいな感じだったんですけどす、ねうん、まあそっからはなるべく現場にいられるように。うん、うんうん 松岡さんいわくの私2人の親みたいなもんでございますから。でらね忙しすぎちゃって、このね、森田さんのアレルギーになっちゃったりとかして、どうでもいい話ですいや、こういうのが、こういうのがドラシゲなんですね。せっかく地方にいるのに、お魚が食べれないってアレルギーになっちゃったんで、本当にお酒を飲めない。 まだ美咲ちゃんと、あのお酒を飲める西川さんと、焼き鳥屋さんに行ったりしてましたけどね。焼き鳥は。焼き鳥は食べれる。この間ね、森谷さんと、あのご飯食べた時も、焼き鳥だった。焼き鳥はいけるよ。焼き鳥屋さんやって。昔やってたんですよ、うちの実家はね。はい。そうなんですよ、そうなんです。豊橋で。 ほらみんな、まあ、そこになんかつながってるのかなと、今の僕も何か。基本的にはこうやってつながってるドラシネだから。うん、そうそうそう、だからお魚漫画食べてたからですよ。えー、いやいやいや,いや,いや。さんが怒っちゃったんだ。いいいやいやいや,いやそういうことにしよう。<laughs> そういうことですね。はいまあでもみんなで結構、もうそっか、コロナは開けてたから、割とご飯を食べに行ったりとか、こういうことはしてできたんですね、今回は。<laughs> そうですね撮影 特に入る前に、うん、あの今回父親とやっていただいた吉田栄作さんがちょっと温度をとっていただいて、東北道でご飯会やったりとか、はい、とバッグだけと栄、うんえー、作さんとご会とかあたりとか、タイミングがちょこちょこありましたね。戻った戻った、ねやっと戻ったぞっていう、そんな感じがしましたけど。やっぱでも、そういうのがすごい大事だ たんんですよね<や>きっとその吉田作さん主催のやつは多分もう家族になる瞬間みたいな。なるほど、うん、<に>一緒にご飯食べてそうですね特にやっぱり大作さん今回そういう思いをきっと持って頂い,いてたんじゃないかなっていうか <laughs> なんか現場でもみんなのお父さんみたいな雰囲気は<あ> <laughs> 本当ですえ。いやもうね若き頃なんかもうほんとか、まあ、今もかっこいいですよ今も池きおじさんになりましたけど。 ねえ我々の年代の時は憧れのスターですから <laughs> かっこよかったねそんなでもいいお父さんだったわけでじゃあ美咲ちゃんもよく2人でしゃべることっていうのあったんですかたくさんありました2人だけのシーンだったりとか、うんうん、いっぱいなんかこう多分吉田さん自身が吉田さんご自身がこう話すことが多分大好きな方で。うん いいっぱい本当にいろんなことを話しかけてくださったので、はい、本当にお父さんっていう感じで <laughs> 過ごしてたんですけど <laughs> 特に印象に残ってるのはあの作糸を結ぶ時にしのすごく結び目が見えなくするような。 結び方なんか独特なすごい難しい結び方があったんですけど、うん、それを職人の方にレクチャーしていただいて、うん、練習して撮影までに練習する時、うん、に、うん、多分ずっと吉田さんと2人で練習してました、ね。あっほ細かい作業ですね。うん、こうじゃないのいやこうだと思いますよみたいなやり取り。そこがいやでも撮影,撮影その本番の手元の本番が終わって

たぶん見えてると思うんで、もし映画をご覧のときは、そこの手元のカットにも皆さん、ちょっとぜひ注目していただきたいなといす。すっごい難しい作業なんですよ、本当。うん、ですよね。だから、美咲ちゃん、すごい器用にやってて、うん、いや、手先器用なんだなぁと思ってました、うん、現場で。でも本人が、なんかそんな感じじゃないみたいな言うから。<laughs> <laughs> <laughs> 不器,用なんだ不器用なのか不器用なのかそうかいやでも本当になんかねその紡いだりいろんなことをしてそれで洗ったりとかねそういうシーン <laughs> あれもあのーで洗うシーンある人、ね、もうね<布>そう親友のマリコと一緒に石織ちゃんが川で川で洗濯じゃないけど川でね布をやるとシーンなんかが。 あれ面白いな、面白いなっていうか、すごいなと思いながら見てましたけど、あれ寒くなかったんでしたっけあれ、あったかかったですね。うか,か,った <laughs> 今<の>か気温は暖かくて、でも、うん、川はすごいひんやりしてたので、うん、すごい気持ちよかったいい感じですよね。あれってどこの川でしたっけ五条川ですね。五条川ですよね。ずっと流れていて、綺麗なところだ。あの風景もすごく良かったですね。と。 これが多分こだわられてるのかな西川さんとか思いながら見てました <laughs> あ,れあ,のあのシーンあの靴をね、うん、長靴を履いて川に入ったんですけどもは、うん、でやろうとしてたんですよ、はい、最初 <laughs> おお <laughs> 入ってみたら、冷たすぎて、あ、これは無理だと思って <laughs> <あ>。<laughs> 当日にう、う長靴の衣装が出てきたっていう, <laughs> う,いう、ね。うん。まあ、裸足だと、ちょっと寒いかもね、しれない。でも、なんか、その、ね、親友のマリコ役の長澤いつきさんと、こう。なんかもう、本当に、本当に友達みたいな感じの空気出てると思うんですけど。どうだったんですか、あの、いつきさんとの共演は。 でもすごい楽しかったです。あの、うん、撮影しながら実際に仲良くなれますし、うん、あの、撮影前、このお仕事の前に、面識はあって、でも一緒にお仕事はしたこと、うん、この演技でお仕事はしたことなかったんですけど、うん、なんか本当に、安心する、いてくれると安心するような、うん、頼れる、なんか本当に賢く。

うん、撮影中になんか、うん、マリコに助けてもらうシーンとか言ったけどそういう撮影のたんびになんかこ、うん、ういう友達いてくれたらすごい分<ー>かると思って <laughs> そう、うん、なんかああいう友達いてくれたらいいなと思うしああ,うああいうマリコになりたいなって思った。 かなうん何かいても欲しかったけど自分もああいう人にねすごいすごい素敵な存在だなぁと思いながらねもう西川監督的にはこう長澤五木さんどんな感じだったんですか、うん、あ,あの今まで出られてた作品がやっぱどっちう,んこう ダークではないけど、なんか若干、あそこまで明るくないというか、うか印象があったので、うんうん、今回のマリコって役はものすごい明るい役だったそこの調整をどうしようかって話はまあ本人としとか、うんで、本人的にも初めて公約をやるから、だ、うんだん楽しくなってってっていうタイミングがまあ撮影中あって、うん、あのしおりちゃんには、今日は猫背、今日も猫背っていう声に。<laughs> 入ってましたけど、マリコの場合は、今日もテンション、うん、今日もテンションで。<ー>だね、はい。<laughs> はい、今、えー、今の3倍でとか。ああ、なるほど、なるほど、えー。いや、テンションも高くてね、すごく。うん、いいなぁと思いながら見てたんですけど。そう、あのキャスティングの中に。その同じね、名古屋出身といえば。お姉さんの岡崎紗英さんもそうだし。近藤さんとか。 あと、田中俊介いくくんとか、ね、あの、あともう、ぐっさんはほぼ名古屋人なんで、もう、<laughs> 名古屋で番組を、最近もやってるので、はいはい、なので、ね、なんか、みさきちゃんも、ね、東海テレビ多分見てたと、ぐっさんちとか見てたと思うんですけど、なんか、どうですかなんか、名古屋勢がこんなにいる映画あんまないんですけど。<laughs> <laughs> あれ、えそうですね。<laughs> でも、ぐっさん、ぐっさんは確かにテレビで、 拝見してたので。名古屋のイメージは。うん、近藤さんとかが名古屋愛知出身とうは。はい。のは今。あ、本当。そうなんですよ。今はね、京都在住で。あ、そっか。ね、あの、僕はもう本当に。何度かお仕事してるんですけど。ね、やっぱ愛知県出身だとしてたんで。うん、あね、ね、ぜひ<っ>ぜひ。あの。 出ていただきたいということで。めっい,い人なんですよね。うん、<laughs> 田中俊介くんね出てたりとかね。はい。まあでもその中でもやっぱりお姉さまお姉さん役の岡崎彩さんもう本当にねあのーうん、本当に姉妹に見えてくるんですよ。いや見えましたよ。姉妹じゃないのと思ってます。<laughs> <laughs> もうい <laughs> やまやっぱこの家族ね。 あの,の、のこう、キャスティングがこだわりました、僕も。うん、なんかお母さんじゃなくて、おばちゃん、うん、おばさんまで、清水美沙さんっていう、あの立ち位置もすごくいいなと思ってて、あそこは監督うんの、やっぱ、おばさんであることの方がいいっていうのは、監督のアイディアなんですよ、うん、いや、すごく良かったですよ、なんかね、ちょっと離れて見てて、なんかこう、味方でもあるじゃないですか。 なほら工場を勝手に使ってた時のあのね、うん、おばちゃんいってるわよみたいな <laughs> お父ちゃん内緒よみたいな,なんかああいうのとかがお母さんとできないよねそうですね,<ー>うですねちょっと軽やかで、うん、ながらもみんなのことを進んで見ているっていう人が、うん、あの家族の中にいてほしいなーって思った時にやっぱそれおばさんっていうポジションの人のがいいだろうなとはいったんですけどやっぱ清水さんはそれをとてもこう 素晴らしい形でやっていただいているというか、うううん、これはキャスティングの勝利ですよね、森谷さん。ここは勝利だったと思います。あ <laughs> <laughs> あ、森谷さん、森谷さん。森谷、はい、さんの思いが詰まったキャスティングですね、ここ、えー。もうやっぱり、このお父様役の吉田栄作さんと清水美佐さんっていうのは、清水美佐さんののがちょっと年下なんですよ。昔、<っ>クリスマスイブっていう。うん ご存知か分かりませんけども2人は分かってないと思いますけど <laughs> TBS のもう本当にもう,もうすごい時代のドラマで共演なさってるんですけどその時も年上の役を清水さんがやってらしてそれ以来三十何年ぶりの共演だったそうです。<laughs> <laughs> はい そんなこともあって現場ではとてもなんかいい感じだったと思うんですけど面白いですね。あの <laughs> まあ僕はあのとにかく岡崎彩さんと姉妹っていうところをちょっと美咲ちゃんにどんな感じだったんですか？うん、こう二人で姉妹やっててでも現場でモリさんとか監督に本当に姉妹みたい。 <laughs> 言われてたので言ってもらってたのですごい嬉しかったですし映画の中のお姉ちゃんは,、うん、はというかお,、ね、お姉ちゃんもなんか頼れるすごいしっかりした、うん、あのお姉ちゃんですけど実際のさえちゃん岡崎さんはすごいなんか頼りたくなるようなりりしさを持っている方だなという印象ですごい。 でもたまにちょっとこけた, <laughs> たりしててよくこけるんですよ <laughs> 岡崎さん。なんでなんでな <laughs> <laughs> かんなんか炭素とかですごいこけって思ってたけど、えー、でもそれ以外はすごい頼れる。うんえー、なんかねこ声がすごく独特っていうかなん,なんか。 美しい声ですよね。なんて言ったらいいのかな、あの声のこと、うん、色ちょっと色気がある声、うん、か、なんだろう,うあ。私も最初初めてお会いしたときに、声聞いたときにすごいびっくりしました。声の印象もすごく好きだけど。監督はどうだったんですか、岡崎佐伯さんとのお仕事って。岡、うん、崎さんは、やっぱ、もう、やっぱすごいその、 冊子というか理解、うん、力がものすごく高い方なのであ、はい、やっぱの最初の本読みとかである程度こういう役ですってことをお伝えしたらもうスパッてもう入っててうん、うん、現場で本当に少し微調していけばもう十分組になってるっていうか、はい、素晴らしいなと思いましたねうん,うーんねえもう本当大人気でもう今ねどん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 こういろんな作品にも出られて,て、うん、ね素敵な だなあと思いつつ、あ、そうそう、それで。声のことを、まあ、あの、言いましたけど、そう。美咲ちゃんの。声というか、歌。どこで発見したんですか、森谷さん。<laughs> あの、打ち上げです。<laughs> あそうなんだ。え、<laughs> その時は主題歌を歌うってことは、決まってないんですよね。そうですよね。そうです。 あのーうん、これいいのかな言っても宇多田ヒカルさんの「ファーストラブを歌われたんですよ。はい、ああ、そのまあ打ち上げというか。打ち上げで。あこんなうまいんだ。<laughs> 難しいよ、あの曲。うまっと思って。あ、本当ですか、はい。それでちょっとこう考えてたんですよ。降りてきちゃったまた。あのー、そういえば僕の大好きな原田知さんの初, <laughs> 初主演の映画で主題歌歌歌ってたな。 思っ,っちゃったんですよ。いやもう歌ってましたよね。それでちょっとそれひらめいてしまいまして。うん、で今回お願いしたという。ねえ、まあ聞いたときもなカラオケは好きでよく歌は好きだってね、よく言ってたっておっしゃってたんだけど。うん、あもう中学生ぐらいからだずっと大好きでえ。え、ボイトレとかも行ってたんですかボイトレは全くなく行ったことなくて、ね、えーえー、今回練習の。 初めて動いてる今ましたでもそんな,なんかね、やっぱ天性ですよ。なんかふっくらのこの話し声から聞こえてくる歌じゃない声というか、そうなんですよ。だからえこの声誰 <laughs> <laughs> でも、なんか本当にで、ね、<laughs> 僕、レコーディング部にも立ち会ったんですけど、はい、いやほぼあのままですよ、あの要は、あのまま、あの音源のままあのの音源のまま結構、普通にこうミックスされてるんで、んだからこれは、らおしゃべりしてる感じと違うじゃないですか、今、監督が言ったみたいに、だからびっくりしたんですけど。<laughs> 言わないと気づかない人いるんじゃないかなって。いやそうよ あのあ、ね、エ,ンドエンドロールでね途中でこう「うえっそうなの?」って思う人もいるかもしれない。もう私なんか、まあ、すごい自慢して言ってんの今「これすごいでしょ」とかんか自分のことのように言ってるんですけどで、ね、もうどうだったんですかこうレコーディングに向かう,そうドキドキ感あったですかやっぱ。うん、あの,このレコーディングのブース入るまではすごい緊張してて時々。 だし、やっぱり無音の状況でみんなに見られてる中で歌うから、ね、すごい緊張するだろうなと思ったんですけど意外としなかった <laughs> <laughs> だから楽しんで,できすすごいわ、この人こ。これがですね服部美咲さんのすごいとこなんです緊張しないんです <laughs> すごいわ、うん、いやだってねミッドナイトスワンの時もバレるとことかも。 ね、堂,々と堂々とし、やっぱりバレエをずっとやってらっしゃるっていうと,ところでは、人前で何かをパフォーマンスするってことはもう、OK、っていう,そうです、ね、むしろそれを楽しむためにやってるので、ね、ん印象とよりが楽しい,かい,い。かっこいい <laughs> これ、でも、あのー、吉田栄作さんはこの主題歌のこと、なんかっおっしゃってました聞かれ聞 やっぱり吉田さんも歌を歌われる方じゃないですかそうそうそう,そうだって今度もねな,やなんか悩ましでライブやるんですよねうん弊作さん<あ>この間の完成品の舞台袖で <laughs>、はい、非常に流れてる美咲ちゃんの歌を聞いて ちゃんともうちゃんともうさすがにね公開して初日迎えたからしもう分かってると思うんですけどわ分かりだと思うんですけど <laughs> でもあのそんな吉田さんとの共演ってのことについてまだ聞けてなかったんですけどああ、ね、今回やっぱりすごく大事なお父さんの役、うん、安高っていうね役を。 あのやられた吉田さんについてちょっと,、えー、とお二人から聞きたいなと思うんですけど僕はもう三十何年来のあれなんですがどういかがでしたか吉田さんとの共演美咲ちゃん、うん、最初初めてお会いした時が多分フィッティングかな衣装合わせの時音、うんうん、読みと衣装合わせの時だったんですけど最初はすごく緊張してて私は、うん、固まってこう。あ ってなっっちゃってたんですけどでもその時からかその時からもうすでにこう私にいろんなことを話しかけてくださったりとか何か本当に誰に対してもこう誰にでもこう分け隔てなく接してくださる方で現場でもやっぱりその現場入る前のお食事、うん、食事会のお誘いしてくださったのもそうですけど、うん、やっぱり。 ずっとこうお父さんとして近寄りがたいって思われたくないっていう思いがあったっていうのをこの間インタビューでおっしゃってて本当になんかお父さんっていうのを感じれながらできたので、うん、すごくありがたかったですねうんまあこのね吉田さんと美咲ちゃんのこのねちょっとねめちゃくちゃいいシーンがあるんですよね監督 ありますよ。あれ、ね、あのー、そうですね。結構見どころかな ?C2 を争う C。まあ確かに確かに。すごいです <laughs> あ、うん、監督はやっぱりそこのまあ、あのヒントを言っちゃうと、夜の工場ですよね。いや<ー> <laughs> はすごいよね。<ー>でまた背中を押したね、押すんだよね。あの、お姉ちゃんが。うん。うん で、それで、そのシーンが始まっていくじゃないですか。うん、あの、なんかこう、連携?。家族の?。家族のね。そうです。うそうです。連携ですよ。やっぱ家族なんだな。っていうのを、すごい感じる流れですよ、ねうん。その、うん、流れがね、すごい、まあ、その前にはおばちゃんがいるんだけど、なんか、あの、すごく見てて。そうね。うん、いいのよ。これが。お姉ちゃんが入らないとこいいんだよね。<laughs> いやー、うん、もう一回見よう。<laughs> まあでもねえ、うん、見どころ満載ですけどううん、うん。ね<え>なんかちょっとその聞きたいなと思ったのは僕、うんまあ、もご自身でも客、ね、脚本も入られたりとかしてるわけなんですけどなんか自分の経験が重なるっていうか投影されてるみたいなところってあったりするんですかこう,いうこういうのを書くときに。 しおりについては、僕が子どものにあに、しおりのような語学アスメントにいたなっていう、その当時こそ発達障害って言葉で言われてなかったと思いますけど、あれは実は発達障害だったんだなって、今にしては思ういたので、あとみつくんもそうですね。ああ、みつくんね。はいはいはい。 僕個人としてはやっぱお姉ちゃんのみは結構共感できるっていうか、はいうん、僕もやっぱ弟がいるので、うん、やっぱ兄弟って不思議とこう上の子がやってることを下の子もやりだすというか,あ分かる <laughs> 僕のうちの場合はこう僕がサッカーをやったら弟もサッカーを始め僕もバスケを始めたら弟もバスケを始め、うん、これ初めて言いますけど僕の弟実はあの芸能事務所に所属しててモデル出した過去がありまして。うん 高校に通ってたことがあるんですよ。僕は子どもの頃から映画館係やりたいって言ってたのに、急に弟が中学校、高校から俳優になるって言い出したから、でだみたいな、そのちょっともやもやみたいな、なるほどなんかちょっとつながってるよね、しおりふみとおりの関係というか、二人はファッションですけど。 なんかちょっとそこは若干投影できる部分があるなーってのはありましたね。<う>え今、弟さんはま,まさか映画監督まで。ほ <laughs> 本当に芸能家の学校を卒業してきましたね。ほう、知っ <laughs> てました、森谷さん。いや、今初めて聞いてびっくりしてたぶ <laughs> 美咲ちゃんも初めて聞いたから、ね今、めちゃくちゃびっくりして。<laughs> <だ>でもさ、あの美咲ちゃんもご兄弟っていうか、お姉様、ま。うん 私も姉がいて、リアルに。なんこっちが。5つあ。あ、結構離れてるのね。うん、お姉様はもう映画見たんですかあ、見てないです。あえ、なんで <laughs> <laughs> えー、なんかそんな、早く見たい、早く見たいみたいなタイプじゃないから、別に。あ<ー>へぇあ、そう、あの、名古屋に。うん。13日に名古屋で。で名古屋で。うん のエリアであるじゃないですか。みんながってくれて、見に来てくれる予定です。やった、お姉ちゃんのお姉様が。どこに来るんだろう、カカミガと、キソ川と、ミトランド。ミッドランド。ミッドランドに。うん。おいしいよ。うみません、なってます。っていおう。だって、残っちゃって。愛できるかな。なんか、挨拶とか慣れてなさそうだから。 でもやっぱりさっきねその自分のことと重なるところがあるってお,、うん、おっしゃってたじゃないですか、うん、まああのー、僕ミドナイトスワンの時から、うん、その美咲ちゃんのお母様のことを知ってますけど、うん、お母様はこれを見てどうしちゃったんですか、うんうん、え母はうんまず最初はやっぱりお父さん、うん、吉田さんたお父さんにすごい。 共感できるからつらかったじゃないけど心ちょっと痛かったけどでもしおりの気持ちも分かるって言っててやっぱり私がそれこそこのバレエ、うん、クラシックバレエをもともとやってた時からバレエうう、うん、やりたいって言い始めた時のこととこの劇中のしおりがお父さんにこれをやりたいっていう意思表示した時 のシーンがすごいい重なったみたみで私も実際重ねながら思い出しながら演じたんですけどだからそういうことがあったからこそしおりの私側私とかしおりの気持ちもすごい理解できるだからなんかみんなの気持ちがすごい理解できるけどそうですね私の母も最後背中を押してくれた。 うんそうですよね。すごい重なってるかなと思いますね、この髪型のあれと、結お姉ちゃんもすごいそっくりでした。お<ー>あのすごいチクチク私になんか説教っぽいことを言ってきたりとかするタイプで、<笑><笑>なんか本当にあの映画の中のお姉ちゃんと一緒な感じで,でした、ね。うん そうね、結構ねた,たくさんいろんなキャラクターが出てくるので、ね、あの見た人もねこの人にちょっと共感とかあ,のあると思うんですよね誰,誰もがやっぱり家族と思ってらっしゃるからあの私はあのライバルのライバル視されてたあの、えー、服飾家の女の子で、はい、名迷わせちゃった東川さん。えーあ 自分を重ねた、まあ、私、ファッション業界から出てい、はい、学校行ってたので、なんかこう、才能のある子を見ると、ひーってなってたから、あれ、私だって、昔のとか思いながら見てました。<laughs> ね、<laughs> 早瀬優湯さん、早瀬優湯さんがね、やってる、東さんねなんかああいう感じ、でもそういうライバルがいるから伸びるんですけどね、うんうん。っていうところを描いてるじゃないですか、最終的に。 なんかそういうと、はい、そういうふうに思ったんですけど、なんか、そ、そういう友達いたなと思って。<laughs> うん。そういうのを感じて。キャラクターがいるので、なんか誰かしらにきっと見てる方は共感できるんじゃないかなっていうふうな思いはありますね。うん。うん、それ、おじいちゃんだったりね、いろんな人が出てくるから。<laughs> うち<の>うん。そうやーとかね、<laughs> なんかね。<laughs> なんかね、あの、X か何かの、その。 ご覧になった人の感想で、はい、やっぱそういういろんなキャラクターが出てくるから、こう見てて楽しかった。っていう、うん。なるほど。うん、あの意見も出てましたね。ねうん。そうなんですよ。どんどん出てくるから、こう。そう、どん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 出てくる、どんどん出てくる。<laughs> そうそうそう、美醜。うん ね、でもでもミシ地域とかあの名古屋で撮ってるんですけど、まあそういうこう地方で撮っているんでで地方映画になりがちなんですけど、なんかいかにもそうじゃそう地方ですっていう映画にはなんかなっていないバランスがすごい良かったなって思います<う>西川さん。ありがとうございます。僕 <laughs> <laughs> はのさっきもあれでしたけど、やっぱこうあくまでもしおりちゃんの物語っていうのがそうそうそう。その中にミシっていう。<laughs> モチーフだったり場所があるっていう思いで脚本も。うん、それがう,うまくこう。見えてるのかなっていうふうに思います。まあ、ご当地の人はね、あ、あそこ知ってるとか、そういうのはあるかもしれないですけど。それはそれで楽しめる。とは思う。ねえ、でも、あのテレビ塔のシーンとかね。テレビ塔の前の噴水のシーンとか印象的ですよ。ちょっとまだ。ご覧になる前の方がいらっしゃると思うから、かなかなか言えないですけどね。私、あそこすごい好きなんですよ。ファンタジー。 あれはなんかね、ねあの監督と話してて、やっぱ彼女のこのなんていうのか、わくわく感というか、自分の中でこう、ね、何かが湧き出てきちゃうっていう表現をしたいよねっていう話をしててテレビ塔の前であの踊るのはどうかっていうのは、さんのアアイディででしたあ本当ですか、まあ、あの踊れるのを知ってるからですけどね。<laughs> そうか <laughs> 歌って踊れるんだ。<laughs> 踊れる俳優じゃん。今なんかもう昭和っぽいキャッチフレーズ。<laughs> 歌って踊れるって久しぶり聞いたな。<laughs> ご,めごめん、ごめん。かっこよく言わなきゃね、これからはね。<laughs> そうね、あの、そうそう、でもなんかそうやって、あの、今は中部電力未来タワーと言いますけれど。ああ,ああいうところでね、ななんかこう、もう一回、あの。 ミラタワーが輝いてくれて嬉しいなと思いまして、ね、割とそうやってあそこのふもとでいろいろ撮ってくださってるからね、あのシーンも皆さん必見でございますよ。一見でございますだから六月巡りとかしないんですかね、はい、こうなんかロケ地マップとかで出てくるのか作る、作らないみたいな、そんな話もあったりなかったり。 どっちやねんみたいな、<laughs> なん <laughs> かね、ミッドナイトスワンのあそこのなんかこうあの公園のとことかね、そういう、もうあそこはもう大聖地になっちゃいましたからね、<笑><笑>はい、ちっちゃな公園なんですけどね、すごいなあと思いながらね、ねいやーでも本当、本当、公開して、なんか監督もまた一本ね、そういえばあるんですよね、今年はこ<あ>忙しい、はい そうですね。またもや愛知県で撮った映画ですよね。そうなのよ。はい、豊橋で撮らせていただいた。ありがとうございました。ね、豊橋市民としてお礼申し上げます。お礼申し上げます。愛知にお世話になっております本当に。もうね、愛知県のね、あの特命大使かながなと特使、特使になったとおいて。いただきます。誰に。ありがたいです。 うん本当なんかあれですよね、もう、あの、明日は、明日からもう、あの、明日は都内で、はい。うん。板橋と新宿で、そうですね、舞台挨拶があって、なんとあさって13日は、もう、木曽川、木曽川うん。鏡原鏡川原鏡川原鏡川原で、名古屋。 ね、そのそ、ね、美集フェスですよね。<あ>美衆フェスも行きますのでまだねチケットを買ってない方ぜひ<っ>、うん、チェックしていただきたいなとプロデューサーっぽいこと言ってますけれども今本当だあらら、はい、そっか明日もあるんですね明日もそっか板橋とか行ってそれはプロデューサーが司会するのかしらっ <laughs> っちゃった。<laughs> 僕が MC することになったりね。えー、そうそうそう。お願いします。ね、えー、あ <laughs> ごめんなさいね、ごめんなさいみたいなね感じ、はいはい。でもね本当にな長くねたくさんの方に見ていただけるといいなと思っている作品だと私は思っているので、うん、じわじわっと、ね。じわじわっと。優しくね。あ、そうなんですよね。本当に優しい映画に仕上がりましたね。 今回は、うん、本当にもうこれも本当にあの西川さんのこのお人柄がマジでそのまま<う> <laughs> あの映画に踏襲されてる感じと <laughs> まあそれ一緒にね、うん、主人公演じられや作っていった美咲ちゃんの空気感みたいのが一緒になってて、うん、あのすごく見ててなんだろうなやっぱり世界で一番優しい服ってサブタイトルつけたからには優しい映画にならなければいけないとは僕も思ってたんで。うん 本当にお二人によってその空気がこうパッと作られてて、そうね、あ,のありがたいににななったなといいううふろんな人見てもらってて、ラ,ラジオで一緒にやってるの陣宮さんって、有名な方がこっちにラジオパーソナリティーいるんですけど、もう途中からもう、私、涙ってなんも見、<laughs> なんかもう,う、すごかったのよ、<laughs> <laughs> もうって、なんかすごいラジオでわーって言ってましたよ。 なんかお父さんとのやっぱやりとりのところでもう来ちゃったわって言って,言ってました、ねまあ、年代別でねまたいろんなほら、ねうん、高校生のしおりちゃんにやっぱりは、ま、はる入る人とか全然違うほんとそうですねさっきも言ってたけどいろんなキャラクターもあ,あるけど年代別はいそこはそうですよねこれが面白い。ういさすが石西川さん 何かやっぱさっきあの子ちゃんが当事者の方とかにお話を聞いたっていうおっしゃってましたけど、まあ、一緒に行った時にその親御さんの方とかもいらっしゃったりしてやっぱその親御さんがあのお子さんにこう思う気持ちというかお子さんの幸せを願う親の純粋な気持ちというかなんかそういった思いはものすごく受け取ったのでなんかそういう意味でもこうお父さんの目線でこの映画を見た時に 子供のことを幸せを願うその気持ちっていうのも観客のお客さんもきっと分かっていただくというか共感できるんじゃないかなっていうのは思いますねあとおじいちゃんおじいちゃんもそうですおじ、はいちゃんもう来た、うんそ,うね、そんな気がしますいや本当にありがとうございましたいやまだ明日からちょっとねあ,のあちこち行かなきゃいけない <laughs> そうですよね先行になるんでですすよねねそうですね先行公開で18日から拡大になりますまたさらにいろんなとこ行かれたりはいわ,わっとこうあそれは分か,、ね、からないねまだ分からないけれども、はい、ちょっとパッと広がりますんで18日から 1>,、ね、1週間後からは、はい、またぜひね、はい、お会いしたいと思いますがありがとうございますということで最後になんか皆さん、ね きま,まずじゃあ美咲ちゃんからあのー、ねこれからご覧になる方へのメッセージをいただければなと思います、はいはい、うんこの映画は私は私がしおりと同い年同世代だからこそこう夢を追い続けることの大切さだったり。 そのしおりの力強さに背中を押してもらえるような作品だなと感じていてもともと私は夢を追い続けてたら絶対叶えられるとかそういうふうに思ってる人なんですけど、うん、改めてこの作品を撮影してなんか本当に夢って諦めちゃいけないんだなって思いましたしなんかこれを見た方々には あの夢を諦めてほしくないなって思うので是非そのメッセージ性メッセージを受け取ってもらえたらなと思いますしあとはリアルな家族関係あのお父さんのしおりに対する思いもそうですしお姉ちゃんのしおりやお父さんに対する思いです、うん、もそうですしなんか本当にリアルで私の実際のこう家族にも。 重なるような部分がたくさんいっぱいあって本当に魅力的な愛おしい家族だなって映画見た時に思ったのでなんかそういうところを見て癒されてもらえたらなだったりあとは背中を押す側のこう親世代の方たちとかにも見ていただいて何かこの映画を見てこう一歩前に進むというか何か変わってもらえたら、うん <laughs> 嬉しいかなと、ね、だから本当にたくさんの人に見てもらいたいので皆さん劇場でぜひ見に行ってください。はい、ありがとうございました。<laughs> もう立派に、ね、コメントして。<laughs> <laughs> <laughs> でのおばちゃんとしてはもう嬉しいわ。も、ま、う、あ、ありがとうございます。はい、そして西川監督、お願いします。はい。 生きづらさを抱えながらもこう夢に挑戦するですね、しおりの姿を通してですね、やっぱこう、諦めない心だったり、まあ、夢に挑戦していく勇気だったり、なんかそういったものはぜひ感じていただきたいなと思ってます。あの僕自身もこの作品が商業映画のデビューになりますし、まあ、僕が子どもの頃から映画監督になりたいと思ってこう続けてきた人間なので、 さしく諦めなければ夢が叶うそこにはなんかいろんな人の助け、もちろん僕の場合は森谷さんでしたり、いろんな方の,そのサポートがあって今があったりするので、なんかそういった思いもあの感じながら、ぜひ見て方もなんかいろんな挑戦をして続けてもらえるような、そういう背中を押す作品として見ていただけたらなと思っております。ぜひご覧ください。ありがとうございました。はい、ということで、森谷プロデューサーはよろしいですかあ僕 <laughs> よろしいちゃうかな。な、うん、えっと、僕はもう、あの。そうですね。あの、もう見てると、もう、僕、吉田栄作さんになってっちゃうんですよ。<laughs> えー、そうね。そうね。あの、完全になっちゃうんですけども、<laughs> 本当にね、あの、さっき美咲ちゃんがしたみたいに、背中を押す側の人たち。っていう。もの、を支える人たち。の気持ちも、ちゃんと描いてる映画なので。うんうん、あの、親世代の方々も。もあの、しっかり。あの。うん 何かを感じていただけるあの作品になっていると思いますんで、うん、あのでぜひあの、ね、全国のイオンシネマでは基本的にはあご覧になっていただけると思いますし、はいえー、東京は、えー、と東方シネマーズ日比谷をメインにやっておりますのでちょっとぜひちょっとこう何て言うんでしょうねお父さんとかあの仕事の帰りとかにもパッと見ると。 うん、まあちょっと帰ったら娘にちょっといいこと言っちゃおうかなみたいなふうに思うような感じの映画になっているともは思いますしとにかく家族の大切さ友情の大切さ仲間という人がいることによってどれだけ自分が助けられているかみたいなことをあのすごく感じる映画になっているかなと思いますので <laughs> ぜひ劇場でご覧になっていただけたらなと思います。はいはい すごい今日は三人のゲストの皆されるありがとうございましたねまたあの明日明後日といろんなところに行って皆さんにねお会いできるのではないかなと思いますまずは先行公開ということで,、はい、おめでとうございましたおめでとうございますそれでは本日のゲストは西川達郎監督と、はい、主演の服部美咲さんでしたどうもありがとうございました ありがとうございました。マリアさんね、ということで、ね、なんでしょうね、<laughs> プロデューサーでありながら、MC やりながら、<ん>ゲストをお2人迎えるというのは、なんかちょっと変な感じでしたね。なんかまた変な感じですね。こないだは監督だったから、なんかそれがあのよかったんだけど、なんだか、なんかね、なんだ,なんだかね。はい いいろろやられすぎですよ。でも、まあ、若い方をまた応援するっていうねプロジェクトもされるみたいなそうですね、はい、だからどん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 そうやって、まあ、リアルにも守屋さんもねやっぱりこう見つけて発掘して守っていく育てていくっていうことをされているので、はい、これがまたねこの映画にも反映してるのかなとか思いながら見てました、はい、いやー僕今この映画見てほしい人がいるんですよ、うん 渚に見てほしい。あ、なるほどね。渚に。渚に。はい。<laughs> どんな風に成長したか見てほしい。あ、確かにね。思っております。はい。ありがとうございます。はい。もうダメですね。もうダメですね。いね <laughs> <laughs> はい。はい。<laughs> えっと、まあ、あの、こちらですね。 えー、また先行で、えー、今日から始まったんですけれども、はい、来週はもは全国に広がるという,広がるということで、また全国の方にも見ていただけると思います、はい、で今またドラシネは、ですねなかなかこう毎週はできなくなりましたけれどあのーまあ続けてねいくと、こういう出会いが4年ぶりとか、3年ぶりとか、いいじゃないですか、すなかなか続いてますね、ドラシネも。うんうん 本当にね、あのおじいちゃん、おばあちゃんになるまでや、やってきますからね。よろしくお願いします。というわけで、またあの、ね、次回はお知らせいたしますので。また、じゃ、あ森谷さん、またね、あさって会いましょう。よろしくお願いします。名古屋地域の皆さん、東海地区の皆さん、本当待ってますからね。ありがとうございました。ありがとうございました。またゆっくり見てください。ありがとうございます。